オスピタルデオルビゴは、スペインカスティーリアイレオン州レオン県のムニシピオ。2018年の人口は987人。面積は4、58、K、平方メートル。標高823メートルに位置する。自治体の中心集落は、自治体名と同名のオスピタルデオルビゴであり、自治体内には他にプエンテデオルビゴ集落がある。 中世にオルビゴ川の左岸のサンタマリーア教会の周囲に小さな集落が形成された。15世紀末には川の右岸の急巡礼者救護院の近くに別の集落が形成された。救護院は西洋羽根騎士団によって設立されたものであった。この集落はオスピタルデオルビゴと呼ばれた。オスピタルデオルビゴはこの地で起きた西への出来事の承認であり、また主役でもあった。 456年には、西豪島テオドリック一世と、スエビオ・レキアレウスの支持者たちとの間で先端が開かれたと信じられている。また、マンスールが、サンティアゴでコンポステーラで挑発した金をコルドバへ、移送する途上、古い橋を通り、この集落を通っていった。また、十九世紀のスペイン独立戦争時に、この地の住民がナポレオン軍の行軍を妨害するために、 橋の両端を破壊した。オスピタルでオルビゴは伝統的に農産物の栽培が盛んで、1890年にはドンフランシスコ、ドンペドロ・ブランコ・デシェ・ラ・パンブレーが初等教育及び農業応用学校を設立している。多くの住民が飼料工場とミルク工場で働いている。サービス産業分野では観光産業が伸びている。パソ・オンド・ソ・自治体内を レオン・サンティアゴ・巡礼路が通っている。巡礼者は、サン・マルティン峠を通って、パソ本堂その橋を渡って、旧ヨハネキ師団のサンフアン教会を右手に眺めながら、そのまま進む。広場には救護員跡が残され、中央には、サンティアゴ・巡礼路のシンボルとなっている。石造りのクルセエロ据えられている。その後道路を渡る地点まで行くと分岐点となっている。 そこからは巡礼路の次の重要地点である、アストルガ方面へ向かう道路となっている。パソオンドウソ橋は、オブリゴ川に架けられた13世紀に建造された橋。現在、橋は、川の流れの規模に比べ非常に大きいが、それはこの川の水量が豊かであったため、上流にバリオスデルナダムが建設されたことによる。橋は19のアーチを持ち、保存状態も良好である。 1939年には国の史跡に指定されている。ローマ時代にはレオンからアストルガへと伸びるローマ街道が通っていた。南からカンタブリア山脈方面へ北上する A-66 号線が通るラバアニエサとを結ぶ LE-425 線とケントレオンとアストルガを結ぶ N-120 号線が通っている。 レオンとモンフォルテでレモスを結ぶ路線が走っている。レオン空港は、オスピタルでオルビゴから 32km の距離にあり、マドリード、バルセロナ、テネリフェイ島などとの間に定期便がある。オブリゴ川で取れるマスがこの地域の名物となっている。代表的な料理には、以下のものがある。ありがとうございます。